宮には町取り、いみじゅうおぼしたり、母北の方、なき騒ぎたまいて、大きい音どをめでたきよすがと思い聞こえたまえれど、いかばかりの昔のあだかた,かああだかたきにおかあ、昔のあだかたきにか、おわしけんとこそおもほゆれ。女房もことにふれは、ことに触れ、 はしたなくもてなしたまいしかどそれはおおん中の恨みとけざりしほど思い知れとにこそはありけめとおぼしのたまい世の人も言い,いなししだに、えー、なおさやはさやはあるべきひとひとりを思いかしずきたまわんいげはおとりまでもにおうためしこそあれと 心得ざりしを、ましてかく末に、鈴のなるママコかしづきをして、のふ古したまえるとおしみに、ほうなる人のゆるぎどころあるまじきをとて、あるまじきをとて取り寄せもてかしづきたもんは、いかがつらからぬ、と言い続けののしりたまえば、宮は、 あな聞きにくや世に何つけられたもわぬおとどを口に任せてなお口に任せてなおとしめたまいそ賢き人は思いおきかかる報いもがなと思うことこそはものせられけめさ思われる我が身の不幸なるにこそはあらめ連れのうて 皆かの沈みたまいし世の報いは浮かべ沈め、意図賢くこそは思い渡いたもを埋めれ、己一人おば、去るべきゆかりと思いてこそは、ひととせも去る世の響きに家より余ることどもありしか。それをこの章の名簿にて、闇ぬべきなめりとたもうにいよいよ腹立して、 ままががしきことなどをいい,ちいい散らしたもこの大北の片ぞ、さながらさがなものなりけるさがなものなりける式部京宮の方では 北の方たちが移ってくるのを待ち受けてそれにつけても大いそう悲しくお思いになった。イメージは程度の華々しいことをきにつけ悪くにつけてイメージと使います。 この場合はもちろん意味中、悲しくお思いになった。母北の方これは式武教の妻でいらっしゃる北の方の母にあたられる方ですねが大層 泣き騒ぎなさってあの源氏の君を大きい音と源氏の君を体操素晴らしい我が演者だ自分たちに縁のある素晴らしい方だとお思い申し上げてきたけれども。 どれほどの昔のあだがたきにかおけん意外に以前からのいかばかりのあだがたきでいらっしゃったことかと思われることだ。 これはあのこの母北の方にとっては紫の上はままママ子になるわけですね。その紫の上が源氏、えー、のところで大層お重んじられ大層深い寵愛を受けているわけ。そのことをこの式教の宮の北の方は。 金がね、気に入らぬことと思っているわけですね。まあ、まママ、母の心、言えば、言えますけれど。いかばかりの昔のあだがたきにか、おけんとこそおもほいれというふうにまで言ってるわけ。どれほどかの、昔からのあだがたきでいらっしゃったのか、 思われることだと。だ女房も事に触れはしたなくもてなし玉石あの女房というのはこれはあのほんのちらちらとしか今まで出てきませんけれどもあの式部教の娘で冷泉院に差し上げた王女ですね。えー といますが親王の娘ですからおおにょうごうと言います。その「王女吾」をも何かにつけて中途半端につれなくおもてなしになったけれどもお扱いになったけれどもそれはおん中の恨み解き去りしほど。 女の恨み解けざり衝動っていうのは、光源氏が妻明石に、えー、留託させられて、そのことに対して、その光源氏に対して、この式部教の宮が冷たかった、そのことがあ、あそこのところで出てきましたけれど、そして、えー、二人の仲が、その頃、世に、 それはずらずしかった。あるいは光源氏に対して失意の光源氏に対してこのき武教の宮が冷たかった後に復活した光源氏は自分に不遇の時に冷たかった人に対してはそれ相応の仕返しをするわけですね。それから、自分に対して 行為を寄せてくれた人に対しては、えー、また報いをするわけですけれどもこの二人はというよりは式武教の宮は失意の光源氏に対しては冷たかったわけですその間柄が二人の お二人の間柄の恨みがまだ解けなかった時期のこと思い知れとにこそはありけめともしのたまえ世の人も言いなししだになおさやはあるべきでそれはあの 源氏の不遇なことに関してお二人の中の恨みが解けなかったその時期のことであってそのことを思い知れとにこそはありけめと宮がおぼしのたまい思い知れとこにこそはありけめとおもしのたまいというのは あの「源氏の君が思い知れとこそ思いになってのことだろう」と「宮がおもしのたまい」というふうに見ておくと一番ここ意味が通りますね。式武教の宮がそんなふうに、えー、思いになっておっしゃりそしてまた世間の人も言いなしだに世間の人もそんなふうに 同じような意味で取り沙汰したことにそのことにつけてなおさよはあるべき私はつまりこの母北の方はその点についてやはりそうあるべきではない。 人一人を思いかしつきたままには人一人を大う大事にかけて思い大切になさるからには人一人っていうのは紫の上のことですね。あの、の源氏の君が、 うん紫の上お一人人一人を大事にかけてお思い大切になさるからにはお思いなり大切なお扱いになるからにはおとりまで日本を試しこそあれとその近辺のものにまで 恩恵が及ぶ例こそそういう試しこそ世にはあるのだそう思って心得ざりしよう源氏のなさることが納得がいかなかったが つまり式部教の宮の方はその自分に対して妻明かしに不遇な状態でいた源氏に対して冷たかった自分に対して光る源氏がまあ、ね、お返しをするようなう態度に出られたそのことについて。 納得がいっているわけ、承知しているわけなんです。ところが北の方はそんなことは納得できないわけ。で、北の方の言い方でこれは言ってるわけですね。一人一人をあの一族の中の一族の娘である紫の上を大事に思い大切になさるからには、その周辺のも者にまで 御卓、えー、が及ぶというのは世の常の例に多いけれどもそう思って源氏の君の行為を見ると私には納得がいかなかったがさらにそれにまして。 それにも増して、すずろなるままこかしづきをして、ほんの気まぐれなままこ大事の扱いをして、これは玉かずらを大切に扱っていることですね。それをすずろなるままこかしづきとこう言っているわけ。大変手厳しい言葉で現状を非難している。うん いいか減んなままこ大臣の扱いをして玉頭が内大臣の娘であるわけですけれどもそれをままことしてね扱っているわけです。えーそれを つるなるマナコかしづき、菓しづくっていうのはもちろん大事にかけて、えー、扱うことです。源氏が自分のところへ引き取って、そして、えー、なんか筋の通らないママコ大事の扱いをして、とこう言ってるわけ。さらに、その次はさらにひどいんです。己古したまえる愛おしみに、地方なる人の揺るぎどころあるまじきをとて、 取りすもてかしずきたもんはいかがつらからぬ己ふるしたまえる愛おしみふるすっていうのは、うん、古臭く思うようよになること。つまりこの玉頭子娘玉桂を自分のところへ引き取ってそして、うん、自分が手をつけておいて。 で、興味がなくなるとその自分が古してしまった古臭く思い扱うようになったそのことがまた愛おし,愛おしくって「自方なる人の自方なる」っていうのは、うん 実直な、あるいはまめな大和言葉で言えば「まめな」という意味を重苦しい漢語で言った言い方ですね。もともと実直で揺るぎ歩きどころあるまじきを なんか浮ついた外歩きなんかをするはずのないその人の手元へ取り寄せてもてかすじくたもんはその男のところへ取り寄せて大事にお扱いになることはいかが辛からぬ 私どもの身にとってはどんなにつらいはずのないことつらくない、うん、どんなにつら、うん、くないわけはないことでしょう。 つまり私どもにとってはどんなにつらいことでしょうという言い方ですねいかがつらからぬどうしてつらくないことがありましょうとてもつらいことなんですでここのところは今まで玉頭の扱いについて源氏についての 避難込めた世表あるいは息子の夕霧が父,父親を避難したところなんかが出てきましたけれどもそれと比べてさらにこう苛烈な言い方をしているわけですね辛い言い方をしているわけですねここはあのこの母北の方の口を借りて 光源氏を批評している、非常に辛辣に批評しているのでもあるという受け取り方のできるところですね。自分がそんなふうに言いようにして自分の屋敷へ引っ込んでおいて、そして、えー 古臭く思うようになると、うん、扱いが変わってしかしそのことをまあかえって愛おしいと思ってそして自方なる非常に実直な人の、うん、今まで外へ、えー、ふらふらと、うん、外歩きなんかしなかったその池黒の大将 の手元へ取り寄せ持て貸し付きたもんは真面目な男を引き寄せてそして、えー、大事にお扱いになることは私どもにとってとってもつらいことですというふうに言って、えー、言い募っているわけですね。言いし 続け罵り給えば現状口汚く非難なさっているからしてそれを聞いて式部教の宮は「あな聞きにくや」「世に何つけられたまわぬおとどを口に任せてなおしとめたまいそう」「うあ聞きにくいことよ」 世間で避難をせられることの終わりにならない源氏のおとどをあなたは口に任せておとしめなさいますな戒しめるわけですねなおとしめたまいそそんなに口に任せて避難なさいますな避難なさるな 聡明な人というものは前もってちゃんと配慮をしておいているかかる報いもがなと思うことこそは物せられ決めるこういう報いをこういう報復をしたいと思うそのお心こそはおとげになるもの です。源氏の君の不遇な時に冷たい扱いをせられた者に対してのそれ相応の報いをすることをこんなふうに式部教の宮は言ってるわけですね。うん 理解しているというのとはちょっと違いますけれどもそれあのしかし光源氏のそういう性格のつま、うん、り我々常識人この現代の我々の常識人から考えると非常に執念深い冷酷な仕打ちのように見えますけれども、うん、源氏物語のこの時代の大きな貴族の心 っていう,ふうなものはこういう言ってみればやはり、えー、遠い神話時代からずっと糸を引いている非常に厳しいそして我々普通の人間から見ると悪と言ってもいいような要素も持っているわけそしてそれを認めた言い方で紀宗、えー、教の宮は言っているわけですね。うん 全面的に認めてるというんじゃないけれどもそういう心のいわば非常にこうある意味での人間悪とでも言うべき、えー、心を持っている人あるものなんだ大きな巨大な人間の中にはあるものなんだそれは神話の中の神から人を引いてきている そういう要素なんだというふうな考え方で見ておくべきところなんですね。我々はあのことに時代が下れば下るほど人間ってものは神というものを非常に理想的な形に作り上げていくものなんですね。祭り方一つ見てもよくわかりますけれど。初めははめ神っていうのはそんなに 望ましいところに望ましい時にちゃんと着ていてくださるものじゃないわけです。神の意志で時を定めて骨伝として現れてそして神の意志でその時に恵みを時に怒りを時に厳しい処罰を人間に与えていくものなんですね。それが一番古い神の姿。堀口忍が沖縄の 赤股黒股というふうな形で、えー、人間の世界へ訪れてくる異教からの来訪神それを沖縄の人たちの信仰の中から推測していって一番やはり感動的に知ったのはそういう古代の神の持っている非常に厳しい在り方ですね。 人間の望むような形でいつでも神が現れてくるなんていうふうに思うのはこれは人間社会の勝手でありましてですから当然神というふうな古代の人々の生活の中にの現れてきたそういう古風な神っていうのは やはり強烈な力を持っているからして人間の望ましいことも力を添えてくれるしかし同時に人間が望まない面でも非常に激しい力を発揮するそういう神が一番古い神ですねそれをだん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 と 自分たちの望ましい場所に神様の家を作ってそしてそこへ年がら年中神様がいてくださるように頼めばいつでも聞いてくださるってなふうな形になっていったこの頃ろはもう日曜日でなければ祭りしないなっていうふうになったりするわけですけどもあれはもう神様を利用している以外の何者でもない彼女さんもそれ全然もう不思議とも思わないうーんこんなのは言ってみれば 人間の堕落が神を変えていくわけだと言ってもいいあるいは人間のご都合主義で神を変形させていくと言ってもいいだから神様はこの頃お札ばっかりお札やお守りばっかりなんか売りつけられてうんあまりご利益なくなっているわけですけれどもまあそういうあのこ,うことを考えていくと我々のこう理想というふうなものこの頃の 例えば道長なんかもそういうい性格を持ってますよね。非常にあの、常識的な人間の輪郭から見れば非常にはみ出るところが多い強烈な強靭な性格を持っている時にこの世もなく厳しく人を罰したりあるいは同時にその反面深々とした心で人を愛し抜く。 うん、そういう愛情の深さ同時に怒りの深さというものを持ってるそれは我々の神話の神の性格から来てるわけで「うん、古事記」なんか読んでて「えーね、あの何々の神」っていうふうに神一様にこのずらずらべったりに神をつけるような時代よほども変わってきてるわけです神の性格が。えー、それ以前は 山積み結び火とか地とかみとか強烈な霊力ですね。それであの十分異形の念は表されていたわけです。それに一応りこう紙をおーざーっとこうレッテルのように貼るようになってくる。それがまあ記録よりも。 記録時代よりも少し前にそういう時代になるわけですおそ、うん、らくそういう時代の感覚で見るともう少しあの古風な神の性格が分かってくるわけです、まあ、それに対してあの「御事っていうのはこれは織口信が力ある神の言葉を伝達するから神の御事を伝達するものだからそれが御事なんだっていうふうに言ってる ですから「み事と」言われるのと「神」と言われるのとはちょっと違うんだというなるほどそういえばそうですねそれが後世になるとその「み事まで「神」にしちゃう「天皇」まで「神」にしちゃうというふうになるわけですけれど昨日はご成婚50年の、ね、お茶会にまあ 古くからこう勤めた者お呼ばれをしたわけですけれども、うん、実にあのことに今の両陛下はそうですね温かくってそして和やかで優しい、えー、天皇であり皇后であられて。 まゆうべのあのテレビなんか見ていてもお二人が交わされる会話っていうのが実に微笑ましいわけでそれは戦前というか敗戦までのあの、天皇は神だというあの意識とは山にかけ離れたものですけれども同時にそれが今の時代に転げもなく我々の大きなあの生きる上の 勇気を与えられるご夫妻の姿になっているあのお二人の優しいこう細やかな配慮のあり方っていうものはあの実にこう日本人の考え方を優しく幸福な感じを与える姿なんですね。どんなに日本の経済が どん底になんかあえでいても、本当はあえでいるのかどうかわからないけどもなんかあえでいるあえでいるみたいに100年にいっぺんのとか言ってますけれどもあるいはどんなに政治が政治家たちがなんかうろ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 自分たちの派閥の中でなんか、せめぎ合っていてもよくこれで日本の国が持つもんだと思うけれども別に騒ぎも起こらないでなんか穏やかに住んでいる。 これよその国だったら激しい国だったらとてもこの程度で収まらない状況だと思うんですけれどもこの間なんかでもミサイルとらんまんたる桜とが日本列島を横切っていったわけまあ横切りつつあるわけですが桜は。4日5日というあの日ミサイルがいつ なんか、予期に反して、僕たちの頭の上に落ちてくるかわからない。あの危機感、しかしそれに対して、なんか。防衛の。アメリカから入ってきた、なんか。機械が。いくつか、こう据えられたり。軍艦が配置せられたりしたけれども。一体、どれだけの能力があるのか。ことに、乗組員の。 あの、昔のだったら軍人や兵隊ですけれども自衛隊ですけれども、うん、訓練が届いてないし心がなんかあの凝縮してないから失敗ばっかりしてるわけですね。うん、民間間の船に衝突したり、うん、なんか運転間違えて、 車輪がどっかへ食,食い込んで2時間も遅れてしまったとかいうふうなこと、うん、そんなことはまあどうでもいいんだけれどもなんかあのこれでよく日本の国が持っていくと思うような北朝鮮のこのハングリーな国の激しい攻勢に対して僕たちはなんか全く無力じゃないかっていう再び、うん、軍備をなんていうふうなそんなこととは全く違ってこれで。 よく独立国家の面目が保てるのかというふうな思いがすることばっかりが多いんですけれどもそれでも何か僕たちにある期待の感じある温かいこう生きていく上の期待が感じられるのは僕はやっぱりあの両陛下を中心とした皇室のあり方が。 あかに他の国の王室なんかを見てもやっぱり素晴らしいなと思うような形であるからなんですね。そしてしっかりもあの人間的な反省の深さより良い生き方への情熱というふうなものがの如実にこう現れている。 沖縄への配慮、あるいはサイパンへの訪問というふうなことだって、えー、あれほど情熱込めて行動する日本人は、うん、サイパンや沖縄で自分の親やおじいさんが戦死したその遺族くらいでないとなかなかできないだろうと思うそういうことをそうしてとなすっている。 そういうのを考えても何かあのお二人の会話聞いてるといいなあと思ったわけですけれどもそれともにまあことなく過ぎてよかったけれども今年の日本の桜は不思議に危機感を煽られる桜でした。それからもう一つ今興、ね、福寺の国宝「あしらず」 返事せられてますけれども、うん、あれがもう、私なんかは戦中派の世帯にとっては、まるであの自分の心の偶像みたいな感じがするわけです。あれはインドの土着の神でありまして、えー、仏の教えに対して猛烈な抵抗をして、そして戦いに戦う、いわば悪神の修羅の神。 しかし戦い尽くしてそして仏法五辞の神の一つに加えられるわけですけれども、うん、そしてあの顔がなんとこう怒りと同時に非常に澄んだ情念を感じさせることかと思うんですね。 少年か少女のような清らかさとそして心の激しさをこう表しているわけですけどなんかこの3つが今年の春私の心の中では非常に象徴的で多少こうやりきれない思いの季節。 充実させてくれたと思うんですけれどもとにかくそんなふうなあの古代の人々もある意味では僕たちの持っているようなバランスの取れたそういうあの心あるいはそういう、うん、神と人間の関係というふうなものを持ってはいなかったもっと荒々しくそして同時に激しい 神に対しても自然に対しても、うん、生き方を貫いて生きていたわけですけれども、うん、そういうものが例えばこういう源氏物語の時代の人物を物語の中の人物を見ていてもちらりちらりとこう出てくるわけですね、うん。こういう時にこの母北の方の言葉を借りて光源氏を非常に 激ししく批判している。うん、そして式部教の宮がまたそれに対して、えー、違った見解を出しているこういうところ非常に面白いねこういう性格を四十、うん、代に入ってからの光源氏は、うん、持つようになる発揮するようになる。うん でそれが一番典型的に現れるのが若上下、若の巻なんですね。しかしここら辺にも既にそういう源氏の面影が現れてきてます。で、ね、賢き人は思いを兼ねてから心に思い定めておいて。 かかる報いもがなと思うことこそはものせられけめこういう報いをこそ報いてやりたいと思い定めていらっしゃることこそはおとげになったわけだろうおとげになることがあったわけだろうさあ思われる我が身の不幸なるにこそはあらめ。 そんなふうに思われる、その我が身が不幸であることであるに違いないつまりそういう源氏のような人の大きな怒りを受けたということ受けなければならなかったということが それが我が身の不幸だとそう思うというふうに紀久、えー、仏教の宮は考えているわけですね。北の方とは非常に考え方が違うわけで、北の方はもう自分は被害者だというふうな言い方でしか現状を受け止められない。あるいは世間の人の非常にこう俗な非難の仕方、 非常に貶としめた考え方で非難しているその非難しかできないわけです。式部教の宮はちょっと違うやっぱりあの宮でありそして教養高い誇り高い男としての見方があるわけですね。 連れのうて皆かの沈みたまいし、世の報いは浮かべ沈めいと賢くこそは思いわたいたもおめれ。何気ない顔をしていられてそっけない顔をしていられてしかしあの不運に沈まれていたその時の 浮かべ沈めつまり恩は恩あだはあだとして、えー、自分の世になってからの報いは浮かべたり沈めたり体操確かに その報いをしするということを思い続けていらっしゃったことなんだろう。浮かべ、沈めなんていうのはね、非常になんか、 ね、浮かべるのも沈めるのを自分が沈饉していた不運で不運に沈んでいたその時の報いは自分に対して好意を持ってくれた人は浮かべ悪意を示した人は沈めというふうなことですね意図賢くこそは思い渡いたもおめれそう確かに。 賢くっていうのは懸命にというよりはしっかりとその報いをしようと思い定めて来られたに違いないそれに対して自分一人だけを去るべきゆかりと思えてこそはしかるべき ゆかり人なんだしかるべきゆかりにつながるものなんだと思い定めて人とせも去る世の響きに家より余ることどもありしかったしかるべきゆかりのものなんだと思い定めてみると言うと あの猿年の世の響きに世の響きっていうのはね、源氏が主催してこの式部教の宮の五重の画をしてあげたわけですね模様してあげたわけです。 言ってるわけですね。一年も去る世の響きにあの年にもしかるべき世の響きになるような家より余ることどもありしか家の名誉に余るようなことがあったことだ。 そのことについても、ねはあ、北の方はの前の言葉の中でね「人一人を思い貸しづき玉ん家は一人までも女を試しこそあれと心得ざりしよう」。 紫の上一人を格別に大事にお扱いになるその大切になさるからにはその延辺のものまでそのゆかり人にまでも恩恵を及ぼす そういう例こそあるものだとそう思って心得ざりしを源氏の行為に納得がいかなかったがというふうに言ってる源氏が主催してあの宮の五重の画をしてあったことここで北の方がこう 言い出してるわけですねつま、うん、り北の方はそのことについてむしろ反対の気持ちでいるわけで感謝したり満足したりしているのではないんです、ね、むしろそのことを何かあの納得がいかなかった心得ないことだった言ってそしてまして書く末にするなるなこ貸し付けをしてというふうにひどい 原人に対する悪い批評に移っていくわけですねところがそこのところがまた宮はこの受け取り方が違うわけで、えー、人とせも去る世の響きに家より余ることどももありしか家の面目に余るような扱いをあさってくださったことだ。 それをこの生の名目にて闇ぬべきなめりそのことをこの自分の一生の面目としてそれ以外の雑多なことは闇ぬべきなり思いとどまるべきなんだそれをお前さんのように 悪意を持って連ねるとはというふうな思いで、えー、宮は、たしなめているわけですね。とおっしゃるにつけて、北の方はいよいよ腹立つ、を激しくして、まがまがしきことなどを言い散らしたもの。まがまがしきことっていうのは呪いの言葉ですね。呪詛の言葉を言い散らしていらっしゃる。 この大北の方ぞさがなのなりけるさがな者っていうのはそういう嫉妬が深くって正しいものの判断のつかない人のことですねこの大北の方こそ何とも言えないさがなのであることだ。 アルバーさんだということですねこれはまあ,あの最後のところはこ作者の批評ですけれどもそんなそんなにあんなことを言わせなきゃいいと思うんだけれどもそのことを言わせてるのがまた面白いですねあ,のある意味での源氏の原事に対する辛口の批評かなり悪意を持った しかしそれも源氏の持っている性格の一つと思われている面を強調していってるわけ。